じゃあ、とりあえずね、9月、6日日曜日、2本目の動画ですが、先に YouTube でね、こっち上げたいと思います。今確認しましたらね、お時間が今12時17分なんですけども、大池場ね、出走表が出るのがね、南関東の中で一番早い競馬場なんでね、やっぱりもう出走表が出てましたんで、案内していきたいかなと思います。大池場、明日からね、連続5日間行われて、今年最後のね、3歳以上の S1 が行われる開催がございます。こちらですね。開催の3日目、JBC 指定競争でございます。東京記念競争 S1、こちらですね。開催の3日目、メインレース第11競争、第57回、放置杯 JBC クラシック指定競争、東京記念 S1、3歳以上距離2400メートル、15頭にて争われます。というわけで行きましょうかね。ちなみにすごいですね。このレコード40年間打ち破られてないんですね。1番、ストライクイーグル、三河本則文56。あ、ちなみにこれ S1 なんで、男の子56、コバが。で、そこからマイナス弦になりますんで、今回はコバしかいそうにないんで、飛ばしましょうかね。1番、ストライクイーグル、三河本則文。2番、ホーリーブレイズ、矢野孝之。3番、サブノクロヒョウ、西啓太。4番、カンムル。うおー、すげえな。桜井康介。国母教者乗るんだ。5番、203で、今野忠成。6番、長谷野パイロ、藤田亮。7番、サウンドトゥルー、森太斗。8番、サーヒューストンが、藤本元気。9番、林蔵チャンネル、重田健一。10番、ワンフォーオール、本橋光太。11番、バンズーブ、岡村健二。12番、ジョースターライト、吉留講師。13番、当選ブル、笹川翼。14番、キャッスルクラウン、奈良崎康介。15番、チェスナットコート、内田敏夫。以上の、15頭にて争われますと。まあ、すごいですね。国母厩舎から4頭出しっすね。ちなみによ、ジョースターライトって川崎走ってねえよな。走ってないな。じゃあいいや。じゃあまだいいや。若干連投っぽいけど。一応まずストライキングですね。まあこちら、ただあれだな。ちょっと一頭俺が潰した馬いないんだ。まさか移籍した？ちょっと確認しましょうかね。あ、いいや別に。裏分けばいかなくてもあっちからアクセスできるわ。森タイトで重賞履歴でいけたわ。ゴミランスってどこにいんだ？あ、いたいたいた。ゴミランスって、っていう、あ、なんだ、まだいるんだ、こっちに。このレース使わずにどこ使うんすかね。休み明けか。はぁ、とりあえず帰ってきたら絶対本命にしてるから覚えとけ、クソ調教師って話で。じゃあ行きましょうかね。まずですね、ストライクイーグル。まあ一応、最内入った先行馬、どうなるか見物っすね。一応、前走帝王賞。まあ JRA にちょっとガスケツしましたが、発着。ただそれでも大井記念。まあ一応、5番手から伸びきり、重賞制覇。で、ブリリアントカップと、まあ、重賞は、8番人気だからね、まあ、連勝と。まあ、もともとこいつ自体 JRA からね、移籍して、まあ、東京記念もね、移籍2戦目で勝ったけど、まあ、それはちょっとね、川崎多いと振るわず、まあ、人気もしたところで、まあ、重賞制覇と。まあ、コーナー適正なんですかね。金牌はちょっと距離長すぎたかもしんないけど。まあ、少なくとも多分コーナー適正もあるんですかね。こいつ自身、まあ、東京でも勝ってますんで、左回りは大丈夫かなと思うんですけど、どうなんですかね。まあ、中京はどっち回りだっけ？中京も左か。なんか思うんだけど、なんで JRA のダートジーマンって両方とも左回りなんだろう。ちょっと気になるな。よいしょ。まあそしてまあそれだけですね。まあ多分今回一応ね、まあそうっすね。一番人気になるんすかね。どうなんすかね。まあでも一応ね、最内入った先行馬。まあペース配分見ればね、このまま距離2400。まあ、去年のね、覇者なんで、まあそんなに問題はないと思いますね。一応先行で打っときたいかなと思います。そして2番、ホーリーブレイズ。これ知らねえな。父が振り、ああ、やべ、赤ペン足についた。父が振り押す母がスキャン。母父がスキャンか。母が、スキャニング上位。北海道生まれなんだ。前走 JRA からの転入所戦、ぶっちぎったんですね。13馬身、あっち、ぶっちぎりの大差勝ち。まあ、JRA から転入所戦もプラス1キロ。まあ、JRA 時代は重賞は未勝利っすけど、まあそうですね、中距離で結構勝ってますね。東京の2100、播州ステークス。あとは、阪神の3歳乗戦で勝って。そうですね。まあでもそうですね、移籍する半年前はね、あのブラジルカップ去年、まあ5着、まあ入って、まあ悪くはないですね。まあ先行したりちょっと伸びなくなったのか。まあそうですね、一応、そうですね、本当に番手から押し切って勝った感じですね。ただ今回、まあ、マシマ騎手が、あ、そうか、マシマ騎手不良か。あ、不良じゃないや。あの、怪我負傷か。騎手負傷で、矢野高い騎手。悪くはないですね。まあ、不良素産区。意外とここで新たに一頭、怪物馬が新たにね、出るかどうか、ちょっと見物っすね。一応、先行逃げて打っときましょうかね。そして3番のサボノコロヒョウ。まあ、一応、元有力馬っすけど、金層振るわずって感じかな。そうですね、前走トライアルが3着、帝王賞が9、大井記念が7。で、最後に掲示板入っ
それ馬券内に来たの、その前が、まあ、重賞として馬券内に来たのが、まあ、なしと。まあ、一応、去年の東京記念トライアル勝って、本ちゃんがガス欠し12。まあ、マイルグランプリで6着。まあ、中原オープンで、これ多分普通にあれだよな。ただのオープン競争だよな。まあ、HG のハンデ戦か。まあ、一応 HG のハンデ戦でもそうですね。57キロで、まあ、2着入って。まあ、金牌トライアルで1番人気だけど2着入って本ちゃんはダメと。まあ、そうですね。多分、重賞は勝てない馬なんですかね。一応、過去には追い記念2着の実績はありますけど。まあ、東京記念はね、意外と、2桁着順ついてるんで、まあ、ここは除外っすかね。3番除外と。で、カンムルっすね。なんで桜井康介なんですかね。あ、そっか、坂井誠二が疾病か。で、張田明も疾病か。じゃ、しょうがねえな。カンムル、前走中ロープ、まあ、7番人気で6着。で、その前が船橋、まあ、7番人気で一応逃げて2着と。まあ、そうですね、距離適正としてみたら、まあ、ちょっと2000が限界かなと思いますね。まあ、この大井のケースに絞って言えば、金牌が伸びきれず、勝ち門間でガス欠。で、あとはまあ東京記念トライアルで、まあ、後ろ借りって伸びきれずなんで、まあ、ちょっと厳しいかなと。まあ、ちょっと距離も長い感じしますね。まあ、除外かなと。で、5番の203で、ネオユニバースサンクか。こちらは、母の父が、シングスピネルでいいのかな？一応 A2 クラスと。JRA から、まあ、今年7月移籍して、まあ、マイナス3キロで、マイナスに増減な人。まあ、前走がそもそもすごいですね。A2 クラスの単独戦で、これ単独なのかな？それともゲなのかな？あ、A2 ゲなんだ。A2 ゲで、まあ一応フルゲート入って、ドベ人気でごぼう抜きっすからね。それ結構配当つくだろう。単勝でも多分、下手すら8000円くらいいくのかな？取らねえか。あーでも7000円か。まあまあ惜しいところ行ったな。まあ3連単で133万。わーすげえ。まあ2、3着だれ。あーそれでも7番人気、4番人気か。あーそりゃ配当いいわな。しょうがねえな。ちなみにこれ、馬場状態は、あまあ、両馬場だったらそれ上がりが早いか。まあ、重馬場で本当にごぼう抜き勢だったらすげえなと思うんですけど、まあ、さすがにそれは両馬場か。まあ、その前はね、一応東京記念トライアルが、まあ、伸びきれず8着。まあ、勝った馬が圧倒的すごかったですかね。ただ、その前は一応ね、ごぼう抜きで3着なんで、なんだろうな、悪くはない気がしますね。一応、このまし、障害でも、まあ、障害初戦か。障害の3歳未勝利戦で、まあ、2着、その後で1着取って、まあ、重賞かな？新春ジャンプステークス。まあ、それで5着。で、その後のジャンプステークスで10着。まだ、そのオープン戦の、まあ、障害ではちょっと振るってないですけど。まあ、そうですね。一応、障害も乗り越えれる、まあ、その、なんつうの、底力みたいなのはね、悪くないと思いますんで。ね。なんだろう、意外と前走の13番人気を、ちょっと美味しすぎた感じがしますね。もともとこいつ自体、東京の2100で2勝クラス。2勝してんのか。そうですね。なかなか底力は、悪くないっすね。いやー、意外となんだろうな。まあ、今野忠則か。あー、そっか、石崎俊騎士も疾病か。なるほどね。あー、代打か。まあ、とりあえずちょっと追い込みで打っときましょうかね。ただ、ちょっと打ち目入ったんでどうなるかですかね。まあ、大井の2100バックストレートだっけ？バックストレートの三角入り口か。まあ、自動的に先行争いは、まあ、一周目のホームストレッチでなるだろうな。まあそうなると、まずは出たなりの勝負でって感じになると、そうですね、思ったより外枠は振りそうですね。まあとりあえず期待は期待ですね。で、6番、長谷野パイロ。父がパイロ、母がティンバーカントリー。まあこいつ自身もね、結構南関東の受賞来てますけど、あまあ出てますけど。あ、そっか、移籍初戦か。前走ダイオライト記念が、まあ伸びきれず10着。で、金牌が5着と。で、放置オールスター川崎で、伸びきれず8着。金牌であるで6着と。まあそうですね。一応、こいつ自身重賞としてみたら、まあ最後に重賞で掲示板入ったのが、放置グランプリ船橋の選手。まあ、あとは東京ダービーでもね、勝ってる底力の割には、まあまあ振るわずって感じなんですかね。まあ、ダービーは、まあ、もう終わっちゃったんですかね。まあ、パイロ3区で若干気象面があるんで、多分そういうのもあったのかなと思うんですけど、まあ、パイロ3区若干早咲きの傾向がありますんで、そうですね。まあもう無理でしょうね。まあ藤本元気って、あ、藤田流ってこと自体、まあそこそこ敗戦かなと思いますね。で、7番サウンドドゥル。まあよくこいつ、ほんとまだ現役頑張ってんなって感じですけど。前走大井記念が、まあ、伸びきれず5着、ブリリアントカップも5着、ダイオライト記念が3着で金牌勝ってと。まあこいつ自体、金牌以外は勝ってないというね。まあ本当に中距離の、まあ中長距離の持ち主かなと思いますね。まあ、南関東の最重賞距離でいうと金牌なんですけど、確か JRA 交流で、
船橋が3400っていうバカ距離あるんですよね。なかったっけ。確か船橋で3400っぽいのが昔あった気がするんだけど、今ないのかな。そうっすね、ないっすね。俺なんか昔船橋だった気がするんだけど、あれなかったっけ。3400、確か JRA 交流で、あれ違ったっけ。12月3日違うな。これ船橋記念。これが金杯だよな。で、これが、フォーチュグランプリか。あった！あ、ダイオレート記念でも2400か。失礼しました。で、そうなるとじゃあ、金杯が最長距離か。南関東は。そっか、さすがに南関東で3000は無理だもんな。24か。思いっきり距離を1キロ8キロあるという、なかなかのチンプレイ、5プレイ。戻してきた。まあ、そうですね。一応、金杯勝ってるんで、距離実績としてみたらね、まあ、文句はないんですけど、正直サウンドトゥルー。まあ、賞金はね、こいつ元中央で、実績は豊富なんでね、まあ、多分 JBC も、まあ、選定馬としては余裕で選ばれると思うんですけど、正直、初戦金牌なんですよね。まあ、実際、去年の帝王賞、あ、去年 JBC ってどこで行われたっけ？去年の JBC は、あ、浦和か。そうだ、浦和の JBC こっち行ってねえんだ。まあそうですね。一応ここはちょっと盛りたいと本命で潰しましょうかね。なんかサウンドトゥルーにだけは勝ってほしくないんで、潰したいと思います。そして8番サーヒューストン。チが大和メジャー、ハーナチが、ガイバ。一応こちらは A2 クラスと。前走中原オープンで4着、武蔵野国オープンで2着、再オープンで2着と。まあ基本的には、そうですね。まあ A1 下のレースですね。まあ、あとは、そうですね、重賞で見ると、まあ、なかなかって感じですかね。ただ、こいつ自体、そうですね、まあ、多分 JRA から未勝利か。あ、一応 JRA で一勝してきたんだ。まあ、JRA で一勝して、南関東 C1 クラスで、まあ、どんどん頑張って、まあ、チリも積もれば山となると。まあ、こいつ自体、ただ JRA 交流自体はね、一本も使ったことがないんで、まあ、唯一川崎のスパーキングサマーチャレンジの S3 が、まあ、重賞としては、まあ、初挑戦だったみたいですね。あ、これ失礼、サマーチャレンジ A2 か。あれか、スパーキングサマーカップか。まあ、重賞初挑戦か。まあ、距離適正見ると2000、まあ、悪くはないけど、ちょっと厳しいかなですね。まあ、ちょっと、そうですね。まあ、2、3着で打っとくか。まあ、あとはコーナー適正もあると思うんですけど。どうなんですかね。まあ、大井自体が2000目か。なんで、ちょっとコーナー適正ね、心配かなと思うんで、まあ、2、3番手で打っとくか、3着固定ですかね。そして9番、臨場ジャネル。まあ、前走ね、臨場ジャネル、まあ、川崎エントリーして、まあ一応ね、コロナの影響で、まあ、船橋の騎士がコロナたくさん出たんで、取りやめになって、まあ、回避して、まあ、こっちに来たと。まあ、順当かなと思いますね。スパニングサマーカップ自体、まあ、臨場ジャネル、負担重量57キロと重かったんで、まあ、それがね、一応56キロの今回、定量競争なんで、まあ、こいつ自体、そんなに悪くはないかなと思いますね。まあ、ただ今回、ちょっと三鴨騎士がね、別の馬乗った都合上、まあ、重田騎士と。まあ、もともと、南関東からね、移籍初戦も勝ったのは、重田騎士なんで、まあ、悪くはないかなですね。ただ、ちょっと元同栄さんカンパにしてはね、ちょっと成績が振るってないかなっていうのが、本音かなとは思いますけど。まあ、でも一応ね、京成杯グランドマイルズ4着、ブリリアントカップ7着、まあ、あとは川崎のオープン戦、船橋のオープン戦で、まあ、4着4着入ってますんで、まあ、そこまで見る限りは、まあ、まだまだ、どうなんですかね、成長過程なんですかね。まあ、ただ、モンテロス3区、やっぱり南関東そんなにいい馬いないんですよね。まあ、こいつ自体、そもそも、同栄時代はね、まあ、馬券、あの、掲示板で 100% だったのが、まあ、ちょっとこっち来てからね、一回落ちちゃいましたけど、まあ、それでも悪くはないかなと思いますね。まあ、やっぱり、川崎の2000、まあ、小回りの、まあ、小回りってか、まあ、スタートして、まあ、すぐに三角、四角、で、直線で、まあ、400の、まあ、競馬の状態での、まあ、スタート地点からで、まあ、堂々勝ってますんでね。まあ悪くはないと思いますね。ただちょっと2400がどこまで行くか、そこはちょっと未知数かなとは思いますね。まあ実際川崎の2100、まあ叩き2戦目で、ちょっとガス欠はしてますんでね。ちょっとそこが心配かなと思いますけど、まあ順当に行けば悪くはないかなとは思いますね。まあ一応矢野教授なんで追い込みっていうのも想定はしておきたいかなと思いますね。で、10番ワンホール。こちら自体、よくビーチで出たな。チがディープインパクト、アーチがアンブライゾーソング。わからん。
こいつ自体、なんか名前は聞いたことあるんですけど、重傷は去年の東京記念もいたのか。まあ、8着と。まあ、それ以降はそうですね、B1、B2 で下のクラス相手にも、まあ、勝ちきれずっていう競馬がついてますんで、正直ちょっと厳しいかなと思いますね。ただ、こいつ自体は JR 交流は1回勝ってますんで、そうですね、そこの評価はできるけど、ちょっと厳しいかな。まあ、除外しましょうかね。まあ、でもちょっと差し足できる、こいつ。ああ、瞬発力あんのか。じゃあ3着候補だ。で、11番。バンズーム。まあそうですね、岡村健二。まあ最近ずーっと乗ってますけど。まあ前走高津オープン除外食って、って感じか。まあそうですね、重賞と見てのはブリーランドカップ6着、放置グランプリ競争中止。まあスタート直後にね、落ちちゃったんで、まあしょうがないかなと思いますけど。そうですね、ただ勝ちきれる競馬が。まあ勝ちきれないと。まあ続かず。まあ最後に勝ったのがこいつそもそも JR 時代か。本当にこいつ、うわーすげえな。これはすげえな。JR 時代、まあ芝生だと思うって感じか。まあそれはディーププランクだな。あ、シンボルかこっちは。あ、8サンデーか。それは強えわ。まあそうっすね。どうなんだろうな。まあブリリアントカップが6着が、まあ追い込みで、しかもまあ4馬身圏内、まあまあ上出来っすかね。まあ、ごぼう抜きでどこまで通じるかかなと思うんですね。まあ一応、川崎の2戦もね、追い込みでか、まあ2着入ってますんで、まあ瞬発力だけは、まあピカイチなのかなと思うんですね。まあちょっと追い込みで、まあ3着候補かなと思いますね。で、12番が、ジョースターライト。まあ、川崎取りやめ前の川崎使って、まあ一応ローテーション的には中1周と。まあ逃げて、オープン戦なんで A 逃げ？あ、普通に4歳以上、オープン以上か。で、勝った時の負担重量が、55キロなんで、多分 A2 クラスですね。で、賞金加算しても A2 か。まあ、ジョーサライト、JR から転入、まあ3戦目で、まあ、移籍初戦、移籍が初勝利と。まあ、それまでは中段から伸びきれず、まあ、なんとか4軸で、逃げ切り勝ちなんでね。まあ、そうですね。川崎の2戦、やっぱり堂々逃げ切って6馬身。まあ、悪くはないかなと思うんですけど、父が老人陣命、8、キングヘイロー。なんだろうな、正直、老人陣命なんかそんなに中距離持たないと思うんですよね。正直2400は厳しいかなと思いますね。多分24はギリだろうな。まあ正直ガス欠そうだな。まあ今回しかも外目入ったんで、まあ多分前の馬見ながら。で多分ね、間違ってもね、うちの馬はぶっ飛ばせるんですけど、外の馬はぶっ飛ばせないんですよ。トーセンブルなんで。だそうなってくるとちょっとスタートまでが短いの。あのスタートからコーナーまでがちょっとあまりにも短いんで。スタート勝負になると、外の当選ブルだけはごめんなさい、できないと思いますんで。どうなるか。まあ、ちょっとガス欠しそうなんだよな。で、その13番、当選ブル。まあ、完全に当選と。こいつ自体純粋っすね。まあ、一応、まあそうっすね。まあ、一応、2歳児は、まあ、一応、馬券内 100% できて、まあ、無駄に JRA 使って。まあただそうですね、JRA でも、まあ7着6着と、まあどうもですね。で、敗成功記念3、ニューイヤーカップ年明け3。で、その後はまあ、クラシック戦行ったけど、まあ掲示板入選なく、まあ B1 クラス以降、まあ順調に走ってって感じか。まあ金牌トライアル勝って、まあ本戦3着。で、前走記念、東京記念がまあトライアル競争2着と。まあそうですね、一応ダイオライト記念も JRA 交流4着。これは正直言っていい評価っすね。まあ JRA 交流相手に多分再戦着かなと思いますね。あ、そっか、サウンドトゥルいる？あ、いましたね。まあ、サウンドテラがいますんで、まあ、それでも4馬身。ちなみに、このジョーダンキングって。あ、違うんだ。川崎移籍してきてたんだ。びっくりした。まあ、そうっすね。まあ、強いて評価できるとしたら、フレアリングダイヤに先着し、山のファイトにも先着してるぐらいがね、まあ、評価点かなと思いますね。そうですね。多分その辺が評価点かなと思いますね。まあ、悪くはないかなと思いますね。まあ、アナザートルース、まあ、サウンドトゥルーの前欠なんでね。あ、前欠？違うか。あれ、前欠だっけ？判決？あ、判決か。まあ、悪くはない決闘なんでね。まあ、それに負けたらしょうがないとしても、まあ、4着は、そうですね、上出来と見るべきで、まあ、前走も2着と。まあ、ある程度前にも行く系は、まあ、中段からもできるし、差し足もある。そういう意味で見ると、まあ今回ちょっと先行争いが激化しそうなんで、まあ中段、まあ後ろから伸びる足、これはちょっと期待のものかなと思いますね。まあ一応評価打ちましょうか。で、15番キャッスルクラウン、まあこれは普通に除外候補ですね、14番。
そうですね。まあ、重賞で見たら笠松のオグリキャップ記念、騎手引退が2着と。まあ、南関東で見ると、まあ、埼玉新聞栄冠賞、これが5着。あと、去年の追い、失礼、今年の追い記念が8着か。まあ、そうですね。南関東の重賞で見るとそうですね。で、あとは、まあ、東京記念、去年が、まあ、5着と。まあ、そうですね。こういう時点で逃げ競馬もできるし、差し競馬もできる。まあ、その辺は評価できるけど、まあ、ちょっと金2走がね、大井の重賞、芝、遠征して、まあ、フロアーズ6着。で、前走も瞬発力勝負が、まあ、両馬場でも届かずなんで、ちょっとここは除外かな。で、15番、最後、チェスラットコート。こいつ自体は、移籍してから3戦目か。東京記念トライアル、まあ、移籍初戦が、まあ、逃げ競馬で、6着が助けつと。で、前走、川崎高津オープンが、まあ、あれか、中段から、まあ、伸びて、まあ、6馬車離されたけど、まあ、2着と。で、勝ったのがあれだよな。そうですね、ジョースターライトですね、同級者。まあ、そうですね、一応、ディアドモスに先着してる。まあ、その点は評価かなと思いますね。まあ、ディアドモス、あ、そっか、移籍したのか。そうですね。まあ、その辺は評価点かなとは個人的に思いますね。ただ、ちょっとね、やっぱりガス欠した多いの2400から中1周で、まあ、負担重量マイナス11からなんで、ちょっとその辺がね、心配かなと思いますね。まあ、ただ、こいつ自身、まあ、JR 時代400、まあ、60、70での競馬なんで、まあ、悪かないかなと思いますね。あ、こいつがメルボルンカップにも行ってんだ。あの、オーストラリアの最高 G1。てか、こいつ元芝なんだ。あ、日経賞2着か。で、ハルテン5着。あ、すげえな。それはすごいわ。普通にハルテン5着、6着はすごいわ。ただ、それがちょっとダートに落ちたはちょっと失礼だけど、やばいな。あと、あれか、あの、JRA 最長距離のステイアーズステークス G2 で10着か。目黒記念で7着。日経賞で9着。日経賞はハンデ戦か、確か。あれ、そうだよな。多分ハンデ戦だった気がするな。なんかでもすげえ、ただメルボルンカップの着順が出ないんだ、これ。あ、矢作厩舎か。なるほど。まあそうですね。ちょっとまだ未知数かな。正直ね、2、3着でちょっと評価してみて、自走後に行きたいかなと思いますね。まあまだこいつ自体ね、若いんで、6歳ギリギリ。まあハーツクライ3区の黒船。多分ダートできてもね、多分なくはないと思うんですよ。この着順見る限り。まあ JRA でも正直9着、6着で惜しい競馬してるんで、まあトップから3馬身と。まあ、ちょっと話されてるけど。そうですね。一応、ハルテン5着の実績は、そうですね。まあ、ちゃんと評価すべきですね。ああ、晩餐趣味の懐かしいね、やっぱり。ちなみにこっち地方って乗ってないのか。乗っとけ、一回ぐらいっつってさ。てか、まだ若いんだ、晩餐趣味のって。まあ、そうですね。一応、評価した結果、そうですね。一応、まあ、ちゃんといきますと。一応、精査、ああ、しまった。精査しましょうかね。まず、ストライクイーグル、まあ、先行。そして、ホーリーブレイズ、ホーリーブレイズインか。まあ、逃げ戦。で、5番の203デーが追い込み。で、6番のハセノパイロが除外だから、7番のサウンドゼル、まあ、本命。で、8番のサーヒューストン、まあ、3着固定。9番のリンゾーチャネル、まあ、先行するか、追い込みするか。で、10番、ワンフォールを3着固定。で、11番のバンズームも、まあ、追い込みで3着固定。で、12番のジョースターライトが、まあ、逃げ戦と。で、13番の、トーセンブルが、先行差し。で、15番のチェスラットコートが、まだ移籍してから日が経ってないんで、まあ、状態見ながらと。まあ、そうですね、ちょっと3着固定が多いんで、まあ、自動的に頭数は絞られたかなって感じですかね。というわけで評価をしたいと思います。本命7番の森タイト。2番手評価、2番のホーリーブレイズですね。まあ、やっぱり前走トライアルを、まあ、堂々逃げ切りで、まあ、ぶっちぎりはそうですね、評価しがたいですね。まあ、ちなみに、やや重なんで、まあ、ゴールタイム2分33秒9で見ると、まあ、近年のそうですね、まあ、東京記念と比べると2分33秒9。まあ、そうですね、去年の東京記念、不良馬場より早く、まあ、トライアルのね、東京記念よりも早い感じですね。まあ、やっぱりそうですね。やや重でこんだけのタイム出せるっていうのは、なかなかの化け物ですね。ちょっとこいつの謹慎馬が若干気になるぐらいですね。一応、ホーリーブレイズ2番手で打ちたいと思います。で、3番手評価ですね。まあ、悩んだんすけど、正直個人的には203デーかな。やっぱりね、なんだろう、トライアルがやっぱり追い込みで届いてないっていうのはあるんですけど、まあ、不良馬場での多い1800も届くし、
まあ、2000も両馬場で届くし、そこだけ見るとね、ちょっとね、203で打ってみたい、個人的に。で、4番手よかっすね。まあ、ここは、そうっすね、順当に、まあ、リンズオーチャンネルでいきたいかなと思いますね。まあ、ちょっと、王位の2400を前にするのか、後ろにするのかっていうのが、ちょっと未知数な馬ではありますんで、まあ、形成杯自体もね、まあ、後ろ目から、で、サツケ杯の、オープン戦これ、準優勝だっけ多分、オープン戦だよな。特許制ですね。オープン戦も、まあ、後ろから抜ければでね、4着4着入ってますんで、しかも、まあ、2馬身、3馬身圏内で。多分ね、後ろからっていう競馬もね、なくはないんですよ。なのでちょっとね、臨場チャンネルが前行くのか後ろ行くのかっていうのが3つなんでね、ちょっとここは4番手に評価したいかなと思います。というわけで3連単ですね。で、一応ね、今回ね、ストライクイーグル、まあ消したんですけど、多分人気にはね、なると思いますね。ただちょっと評価はしなかった。ただね、こいつ自身に56キロはね、意外といいかなと思いますね。というわけで3連単行きたいと思います。頭、1番、2番、5番、7番、どうしようかな。どうしようかな。まあ一応1番、2番、5番、7番、9番で。当選ブルどうしようかな。当選ブルもね、多分静止がね、いいと思うんですよ。ただ、多いね、雨降るんですよね、この後多分。だからそうなってくると、ババ腐ると、意外とね、ジョースターライトも悪くないと思うんですよ。ちなみに品川区の天気。一応ね、昨日若干雨降ったんで、夜。で、今日もね、雨降るんですよね。多分ね、夕方から夜にかけてまた今日雨降りそうなんで。そうっすね。一応、そうっすね。品川区で見ると、今日の降水確率は 60% プラス警報発表中と。あ、一応、なんか東京都のほとんどの23区とかで、雷注意報かなんか出てるんですよね。で、八王子は大雨と洪水。町田も大雨か。だ一応、多分ね、一応、今日はね、まあ、この後午後、まあ、降水確率 60%。でね、月曜日もね、降水確率 60% なんですよ。だそうなってくると、月曜日も降っちゃうと、ちなみに月曜日降るのが午前中ちょっとか。午後はちょっとわかんないんですけど、まあ一応、火水は晴れるんですけど、まあそれでも水曜日なんか降水確率 40%。そうですね、多分ジョースターライト、一旦逃げたらわかんない。入れとくか。ってわけで、1、2、5、7、9、12っすね。で、2着が、1、2、5、7、9、12、13、15と。で、最後3着ド派手に、1、2、5、7、8、9、10、11、12、13、15。で、個人的な理想としては、まあ、そうですね。まあ、個人的な展開としては、まあ、ホーリーブレイズとストライクイーグル、まあ、ホーリーブレイズと、ジョースターライトが、まあ、花競って、で、ストライクイーグルも先行して、で、この辺の3体のうち、2頭がガス欠して、サウンドテロ巻き込んで垂れてくれたら、まあ、まあ、俺的には一番ありがたい展開かなと思いますね。一応、この3連単6頭、8頭、11頭だと、フォーメーション的には、9点かける1、2、3、4、5、6、7、63かける6、378点か。まあ一応そうですね。今回まあ南関東の現役小馬の中ではね、まあ、ある程度上位クラスの、まあまあ元か、まあ光要素だったりゴミランスだったり、その辺がいませんのでね。まあちょっと、この後はまあ大体小馬は勝ちまおうかんかな多分。どうなんですかね。まあ JBC 使わない馬は勝ちまおうかん行くか。まああとは普通にね、船橋の S3 とか使うか。そうですね。埼玉新聞栄冠賞とか使って。で、あ、でも、まあ、そうか、埼玉新聞、距離1900だ、多分大丈夫ですね。まあ、埼玉新聞栄冠賞使うか。まあ、あとは普通に、まあ、サンターニタトロフィーだったり、浦和記念だったり。まあ、でも、多分、個人的にこの後帰ってくる馬は、埼玉新聞栄冠賞使って、多分、勝ち馬王冠使って、まあ、年末使わずに、男の子は。で、多分、川崎の放置オールスターとかになるんですかね。まあ、あとはどうなるか分かりませんけど。まあ、多分、そのぐらいのローテーションで、まあ、2月が船橋記念、あ、じゃあ、放置グランプリ行って、で、その後はまあ多分そうですね。まあ3月ちょっと休んで、4月がまた、
クラシックの合間見ながらブリリアントカップなんですかね。まあ多分大体そういうローテーションの方が出てくると思いますんで。まあそうですね。まあまだ現役お休み中の、まあ小馬勢に対抗する馬、まあホーリーブレイズ、どうなるか見物ですね。ちなみにホーリーブレイズ今ランク何なの？ちょっと気になるんだけど。A2？あ、H なんだ。じゃあ H あればそうですね。この後の南関東の重賞が大丈夫そうですね。まあでももうちょっと稼いでおいた方がね、トータル賞金で見るといいかもしれないですけど。まあでもこの東京記念勝ちは1着賞金 68だっけ？あ、全然少なかった。3200か。じゃあ東京記念勝ってもう一個重賞買っときたいですね。まあとりあえずはそんな感じかなと思いますね。あとはそうだな、なんか面白い馬いるかな。ないですね。というわけで、まあこんな感じかなと思いますね。では、この後はもう動画撮れてないんで、これで終わりたいと思います。ではまた次回の動画で、ご視聴ありがとうございました。